おはようございます。はい、おはようございます。今日はね、お話ししたみたいに、お知らせしてみたいに、すみれ堂の達川直子先生とね、衣替えについてのお話をさせていただきたいと思います。もうね、今日は私も何の準備もしていなくて、仲良しの達川先生とゆるっとしたお話で、そんなに衣替え難しく考えなくてもいいよっていうようなお話が伝わればいいかなと思っています。直子先生、よかったらリクエストボタンを押してください。すみれ堂の達川直子先生、この神楽坂の、ね、近くで着付けのお教室をされていますね。私、彼女のメソッドがとても好きで、お客様に、どなたかいい先生ないですかって言われると、いつもご紹介させていただくすみれ。すみれ堂、ちょっとごめんなさいね。あ、こんにちは。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。なんかね、衣替えって前はもう6月になったら一重だったんだけれども、もう何年か前にもう5月あ、おはようございますって楽しみにしてます。もう、ありがとうございます。お上のように上品に素敵でいたいですってコメントが入りました。ありがとうございます。5月になったら着るとか着ないとかっていう話って、もうどっか行っちゃって、5月になったらもう一重だよね。今4月のどの時点かにしようかみたいなお話になっているんじゃないかと思います。うん、でも先日自分 の、 インスタライブでそんな話題をしたんですけれど、見てたよ。すごい面白かった。よかった。なんかね、10年ぐらい、12、3年前はすごいドキドキしながら、5月にも一重なんていいのかしらとか思っていたのが、なんかいつの間にかちゃっかり市民権を得て、5月に一人とかまだ言ってるの、そんなことみたいな感じの。まだ言ってるのもうみんな当たり前だよみたいな。だって5月に真夏日、だって今年はね、3月に桜が散ってしまったので、もうね、4月になったら、ただね、昔の衣替えって6月になったら、はいってルールがあったじゃないですか。そうです。帯も夏帯に締めてよかったし。そう。だけど今は、そう。じゃあ4月にいきなり夏帯締めていいのかって言ったら、いやそれはちょっといくらなんだよねみたいなことになって、ルールっていうのがないからね、みんな迷うところではあるとね。そうなんです。もし迷っていたら、その自分ルールが私もあるんですけれど、例えば自分が着付け教室で習った知識とか、どっかの誰かに聞いた知識を基本のルールにしつつ、で、私自分が着物習ってた頃は、自分が行ってた着物学院が割と絶対的な知識の源で、はい、それ以外 SNS とかもなかったし、それ以外こう耳に入ることがそんなになかったので、それだけが正しいと思ってたんですよね。だから他の人が何か言うと、それ間違ってるんじゃないのみたいな感じでしたけど、今はね、いろんな SNS とかいろんな発信があるので、自分の基本ルールはありつつ、他の人の意見も、そんなこともしていいんだとか、こう選択肢だっていうふうに、見るといいかなとは思いますね。そうですね。だから、この間、直子先生の、ライブを見せていただいたときに、あ、そうなんだ、私とはちょっと違うなっていうところも正直あったんです。で、それはね、それで絶対いいの。決まりじゃないから。だから、こんにちは、お着物姿素敵ですね、ありがとうございます。だから今日聞いた人も、そうなの、いけないのなんていうのは絶対思わなくて、私はこうしてるよ、直子先生こうしてるよっていうのだけ受け止めてもらったら嬉しいかなと思います。なんか選択肢広がって楽しい扉が増えてもらえるとね、楽しいですね。そうですね。今日はもう2人とも一重です、ね、あ、そうですね、はい、今日は私花房さんの一重を。そうですか。直子先生がね、はい、お呼びしてるのにごめんなさいね、コメントでね隠れてしまってて。じゃあちょっと今日のコーディネートをご紹介ください。します。
今日は花房さんの一重のなんか水玉の黄色い水玉の顧問です。あ、かわいいの。うん、はい、帯は帯は今ちょっとバラが綺麗に咲いているのでバラの染め帯をしました。生地は紡ぎ地の帯です。ちょっと爽やかに小物を白系にまとめました。そんな感じで。はい、そうですよね。私もこれが板締め あ、風素敵。で、なんかね、藤井絞りの社長が見てるかあ、ら、見てまなす。んでこれを着たかって言って、ちょっと後悔してるんですけど、これ板締め風の絞りに染めてるんですから、ごめんなさいね、あらゆる着物でございます。素敵です。で、あ、ありがとうございます。こういう感じですよね。で、これは、まあ、古代ちりめんですね。花房ね、今圧倒的にドンスの方が人気が高いんですけれども、もうこの古代ちりめんという生地はうちの不動の優れもののちりめん生地ですね。はい。これにね、帯は、はい、素こ敵。れも洗えるものですけれども、塩ぜの、染め帯ですね。そう。だから、この間、直子先生のお話で、やっぱり、ちりめんの帯とかってあんまり手にしなくなるよね、みたいなことが、お話があって、私もそうですね。ちりめんの書き帯と塩ぜの書き帯が花房あるけれども、ちりめんのぽってり感よりも、この時期は塩ぜのつるんと感を選ぶことが多いですかね。自いけ然ないっにてこと。言葉にしなくても、で、普段着物着てると自然とこう手に取るものが変わってきますよね。そうですね。なので、帯揚げも、もちろんこれは冬物だけれども、リンズのつるんとした、はい、タイプを選びますかね。あまりぽってりしたものではないですね。それと帯締めもこのゆるぎのタイプで、ちょっと細いんでね、ゆるぎのっていうのはね、もちろんこれ一年中締めてもいいとか、お茶席でも訪問着に締めてもいいとかって、ゆるぎ冠って書いたものですね。ゆるぎタイプっていうのはとても重宝なんだけれども、やっぱり五分の、帯幅、帯締めの幅のものだとちょっとこう暑苦しくなるから、これはどれぐらいだろうな、4分ぐらいなんですかね、ちょっと一部少ない、そういうような帯締めを選びます。あとね、私はね、今日はね、長襦袢が、これはね、ロナンです。お、もう素敵。ちょっと色が。これはね、去年もね、できなかったし、生地がなかったからね、去年もできなかったし、今年も織り上がるのが、もう4月の末に織り上がってきた白生地なので、ごめんなさい、皆さんね、欲しいって言って、欲しい、私も。なんかお問い合わせで、だけはいっぱいいただいてて、だからもう急遽8段だけ、色付きのものをね、昨日染め出しをしましたね。だから5月の末ぐらいにはうちの店頭にあると思います。まあ、問い合わせてください。白の長襦袢を、炉の長襦袢を着てしまうと、まあ、気持ちはわかるけど気持ちしかわかんないよねぐらいのフライング感が満々になっちゃうので、これぐらいだと、炉着てんのっていうのがわからないので、これぐらい色の濃い炉を染めて、これは、この塩瀬の半襟をして、夏用ではなくて、合わせとか一重用の下に着ようよ、暑いからっていうのをご提案しています。素今敵日のでコーディネートはこんな感じ。す。帯も素敵です。ありがとうございます。すごく素敵な長襦袢ですって言っていただきねえ。ました。そうですね、ありがとうございます。今のコメ色ントの濃い 色の濃い長襦袢でね、それをもう一重とか合わせの4月ぐらいでも、やっぱり背中がね、薄いと楽ですよね。ね、中から涼しくしていくと、体感も快適ですし、そうですね。こうガチガチに我慢する必要は実はなくて、うん。こう気温もね、随分上がってますしね、ここ数年でぐっと。だからもう、体の赴くままにというか、体の声を聞いて無理せずいるのも大事だと思います。
なんかね、みんなね、着物のことがわからないからっていうのがね、先に立ってしまうと、どうしても方程式を、求めたくなってしまう人が多いじゃないですか。でも、実はその方程式って、だから、この季節、ちょっとちりめんのようなぽってりしたものじゃなくて、こう、少し軽めのものがいいよね、なんていうことが、後世にね、これダメなんだってっていうふうに伝わらないように、でもこう、肌感覚でね、分かってほしいなっていう思いだけ見てる人、ちょっと、組んでいただけたら嬉しいなと思っています。ね、誰かの言葉をふっと拾うとだんだん尾ひれついてきちゃうので、そうですね。そうで自す分ね。で体感してあ、ちりめん暑かった、例えばちりめんの話だったらちょっと出て体に暑いなとか、そういうのをまず見るのも大事かなとは思いまそうですよね。す。私、その、なこ先生にドットの水玉をおすすめしたときに、多分一重だから、雨粒に見立てたりしてね、そう、ちょうど雨の多い季節がだからねっていうようなお話をしたような気がはすい、雨る。女だから私。雨女だからね。なんかそうなんですよ、私、花房さんに出会う前は、雨の日って、例えば梅雨時期、もう綿とか麻を着てたんですよね、着るのは避けたい一心で。だけど、だんだんこう仕事がどんどん、なんていうのかな、年を重ねてくると、着物でもきちんとしたところに行かなきゃいけない場面がすごく増えてきて、まあ、お稽古ぐらいだったらね、応援とかでも大丈夫ですけれど、そうするとちょっとやっぱ着ぬもの着たいなっていう時に、花房さんのこのあらゆる顧問っていうのは本当に救世主で、ありがとうそうごでざいすね。私は木綿も麻もとてもね、ます。かわいいし、です私よ、も。体感もいいしね。ただ木綿とか麻ではやっぱり結婚式だったりパーティーだったりちゃんとしたお席にちょっと行きにくいっていうのも、これもまた事実だと思うので、そうなそんです。れ上手に。なんかさっきのそのね、衣替えの話も、この間ちょっとおかみとも話してましたけど、自分で着る時のための着物と、あと、まあ、主催者があったりとか、なんかこう、装いは気持ちを表すというのはあると思うんですけれど、ために着る着物っていうのはちょっとやっぱり意味合いが変わってくると思うので、そうですね。例えばね、暑い5月で一重でもういいかなっていう感じですけど、それは主催者に聞いてみたりとか、一緒に周りに出席される方に着物どうしますかなんて聞いてみたりとか、ちょっと一つ心遣いがあると、なんかこういいかなとは思いますね。そうですね、そうですね。だから、やっぱりね、自分が自由に着ていいんだよっていう、自分が楽になるためのねっていうような話と、あとは、相手があるからねっていう話は全然違うからね。あ、そう、直子先生とこの間ね、だから私が、極端な例だけど、大島紬に金蘭ドンスの帯を締めて一人でご飯食べちゃいけないかって言ったらいいと思う。どうぞ。大島紬に金蘭ドンスの帯って普通はさ、普通はっていうかもうさ、NG コーデなんだけれどもね、そのカジュアルなものと、そのものすごくこう、フォーマルなものと合わせて着るって NG コーデなんだけど、一人でご飯食べてたりとか、そういうグループだけでご飯食べてたりとかね、ランチしてたら、誰に迷惑をかけるわけでもないのに、あなたその着物と帯合わないわよって言う必要なんかない。ね、装いは気持ちを表す、すごい素敵な言葉です。その通りですよね。そうです、そうです。なんだかから、そそう、じゃあ結婚式にね、大島紬に金蘭ドンスの帯締めてっちゃったら、それはダメ。相ええ手があることだからね。で、なんか前は、まあ、おかみも今 YouTube でいろいろ上げてくださってますけど、例えば自分の親とか着付けの先生とかにそういうことをちょっと教えてもらって、こう知識というか、そういうもんだっていうのが自分の中で蓄積されてることが私も多いんですけれど、今はね、なんかファッションとしての着物も一つあるので、他にもちょっとそういう話す、そういう知識を入れる機会がたくさんあるといいなとは思います。そうですね。だからね、やっぱり数切ることだと思うよ、ある程度は。だから機会はね、降ってくるのを、誰かがパーティーやってくれるのを待ってたら、このご時世誰もやってくれないからね。自分で着てるかけて そう、だからおうち着物でもいい、お家の着物でもいいし、ちょっとその着て自分なりに、
まあ、こういうご時世だからどっか食べに行こうよとは言えないけれども、うん、あのなんかね小さなイベントをご自分で作られて、うんうん、そのたの楽しむというかそういうやっぱ爆発だからね、うん、うん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 、なんか私さんであの着物を割と着始めて 2,3 年の方で着物楽しくてしょうがないっていうすごく私から見ててすごい素敵で羨ましいなと思う人がいて、うん、で毎日着物らしいんですね、はい、でその方はちょっとスーパーに行く時の着物と、うん、ちょっと街にっていうか街に出てショッピングする時の着物と、うん、ご主人とデートする時の着物とちゃんとこう着分けたりしていて、うん、すごく楽しそうなのでなんか自分の中でテーマ決めてね着てみるのも楽しいですよねこの時この今の。そうですよね、うん、そうですよね。なんかねそのあらゆる着物に関して言うとあの昔の方がね素材がいろいろあった、うん、ああそうなんですね。そうですね。だからあの、まあ、今日の衣替えの話で言うと今うちはこの襟が塩瀬か露塩瀬かの2択しかないんだけれども、うん、その間に羊竜っていう生地をね、うん、絹だったらあるでしょそのちょうどこう間にするようなものがね、はい、そういうものがちょっと便利なあのものがねありましたしね、うん、ズームで日舞体験にお着物で参加しました。お着物は気分が上がります。そうよね。そうやってね自分でね見つけていかないと ね自分のためにあの気分上げるの大事ですよね。自分を大事にするか、うん、うん、なんかいいですねそういう着物の、ね、向き合い方も素敵だと思います。そうですよね、うん、あのやっぱりもともとは自分のための着物であって、うん、そう自分が楽しむための着物であって、うん、でそしてその相手に対してこう主催者に対して礼を尽くす礼装用の着物っていうのもその楽しんでいく延長線上に実はね、うん、あったりもするわけだからね、着物は特に、まあ、自分が特に着物が好きでこう着物の中にいる人間なので思うことかもしれないんですけれど、うん、なんかちょっと襟を正すとかいう言葉がとかあるじゃないですか。はいはい。こう、うん、身をまとうごとにすごく気持ちが整うというか、うん、スイッチが切り替わるとかそんなのもありますよね着物を着る。そうですね。だからやっぱり日本人のこの衣類とあの気持ちとかっていうのは密接にねあの、うん、関係をがあったと思いますよ。その、自分のこうプライドとかいうのが矜持襟を持つとかいうような気持ちになったりそうやって襟を正すとかっていうような言葉があったりとかね、あの密接に自分の衣服を整えるっていうことと自分の気持ちを伝えるっていうことがね、うんうん、あったと思いますよ。だって自分の感情を表すんだって前も話したかもしれないけどもね、よくこうあの好きな人にねこう袖を振ったから振り袖って言うし、うん、嫌いな人に、うん、あの振るときには袖にするとか、この自分のこの衣服を使っていろんな感情を表したっていうようなね、うん、日本の文化もありますからね、うんうん、なんか今回その衣替えのお話だったので、うん、衣替えについて改めてちょっと調べてみようかなと。あ、お願いします。調べてみたら、うん、中国から来た習慣で、うん、平安時代からもともとは宮中の習わし で、まあ、4つぐらいに分かれててもうちょっと旗入れがあったりとかもうちょっと分類化されててそれがずっと宮中で習わしになってたんですけれどそれが明治になって旧暦になった時に今6月と10月っていう衣替え のチェンジする時期ができて、その私たちがもともと思っている衣替えの6月と10月っていうのは明治時代の気候の基準で、なんか学校の制服とか観光庁の制服とかも、ね、6月に夏服になったりとかするのももともとの宮中にされていたあの衣替えから来てるっていう風に書いてあって、うん、まあ、やっぱりしきたりというかなんていうの昔からあるしきたりなので、まあバックグラウンドがありつつ今の着物の衣替えがあるんだよっていうのも知っておくと、なんかちょっと知識として持っておくとなんかいいんじゃないかななんて思いました。そうですね、うん、あのだからね今ねこう着物の決まりとしてあの言われてることって明治の時にあの
制定されたことがとても多いですね、うん、やっぱり文明開化外国とのね貿易鎖国を解いた時に、一つのこうドレスコードきちんとしたねだから留め袖だったりとか、うん、まあ留め袖の場合はちょっと違うだから色留め袖とか留め袖がとか振り袖がフォーマルだのよっていうようなことに、うん、まあ一応向こうのイブニングドレスにね当たるようなものの日本なりの決まり事、うんうん、っていうのは、まあ、あの頃作られてるものが多いですよね。みんなでもその前はちゃんとやってたと思うの、うんうんうん、やってたんだけどもきちんとしたこう文章なり、うんうん、ロジックなり言葉なりっていうものにされたのが、まあ、その頃なんじゃないのかなっていろんなものを見てると思う時がありますね。ね、だからその衣替えっていうのがそういうものから来てるんだよっていうのを知っておくと何6月と9月にしといて堅苦しいわなんて思わずに済むし、うんうんうん、そうですね。あと思います。宮中のことって私もよくわかんないけどもいろんなね何日にどういうことをするとかって決まり事がありますよね。神事とつながってくるからね、うんうんうん、だからきっとまあそう私はそれは知らなかったけれどもでもまあそうなんだろうなっていうのはなんとなくわかるような気がしますね、うん、決してね堅苦しいものじゃなく季節もね、うん、そのね何百百年経って変わってますし気候もね気候もね自分のゆるりといてもいいかなと思いますね、うん、だって私がちっちゃい頃は30度超えたら高化学スモークの注意報が流れてお外出ちゃいけませんなんて言われてたけど30度超えない夏の方が少ないからね。30度超えると、うん、私昨日の自分のインスタのストーリーに載せたんですけど私スイカがすごい好きなんですよ。はい。で今もちょっとスイカ高いじゃないですか。はい。なんか私の基準では高いんですけどスイカが高いと思いますよ。で私スイカ大好きで小学校4年生の頃に今でも忘れないんですけど、はいはい、親の転勤で名古屋に住んでたんですよ、はい、うん、名古屋って暑いんですよね、はあ、うん、その頃私が小学校4年生の頃、まあ、40年ぐらい前ですけれどでも30度超えるって珍しくてで家のそばに八百屋さんがトラックに売りに来る日があってたまたまその日に30度超えてたらスイカを丸ごと買う日みたいに決まってでもね、そんなに30度超えることはなかったので、はい、丸ごと買ってくれることもなかなか丸ごと買ってなかったんですけど、昨日いっぱいのストーリーに載せたスイカは初物だったので、丸ごと買ったやつなんですけど、大人になってすごいなと思いました、ね。大人ぐいぐい。そうそう。だからね、今って30度でもちょっと涼しいなとか思っちゃいませんか ?31 度、2度とか。そうですね、そうですね。だから、まあね、着物で言ったらそんなに NG ってないんだけれどもその真夏の薄物ってあるじゃないですか、うん、帯にも炉の帯とかね、うん、それとかそのまあ炉の着物とかね、はい、その薄物の季節は比較的守った方がまあ無難だよねっていうのは今のところの私の意見ですかね、うんうん、確かに、ね、暑いからって6月にあんまり6月の初手から炉を着てるとあんまりみっともいいものではないような気も、ね、うんうん、ね、うん、だけどその薄物でなければ今のところはちょっと解禁というか、まあ、ある程度自由でいいのかなとも思うし、うん、あとはもう、うん、あの時に直子先生が締めてらしたその一重と冬要するに真夏以外の締められる帯っていうのも今たくさんできてきてるじゃないですか。そうなんですよ。3シーズン締めれますよって、うん、展示会とかでよく見かけるありますよね。だから私もそのまあ真夏うちは洗い帯がもちろんそのだけども、まあ、絹のものというのもコーディネート用で若干置いてやっててだから真夏と真冬以外は、ま、真冬も締めてもいいんだよ。帯メーカーさん的にはいいんだろうけど、まあ、私的にはちょっとこれちょっと薄いかなみたいな感じがするのでまず真夏と真冬以外あとの季節ずっと締めたらどうですかっていうようなものはありますしね、うん、そういうのをこう上手にこうセレクトしていったら、まあそうですよね、便利なんじゃないですかね。特に C 号そういう帯って私3月末ぐらいから4月5月6月ってとっても重宝するんですけど10月と、うん、実際に軽いし締めやすいし、ね、そうですよね。縦炉を色襦袢と合わせて5月後半から着るのはどうでしょうか。あのね私変わり縦炉っていうのをやって扱っているんですけどお茶の方に限って言えば変わりたて炉を着るのは、
6月の2週目ぐらいからの方がいいですよって、うん、まあ、半ば過ぎてからの方がいいですよって言ってます。だから街歩きの人たちにとっては4、5、6、あ、4、5じゃない、6、7、8、9って4ヶ月切れますよって言ってます。お茶の方はその6中から9中まで3ヶ月ぐらいねって言ってます、うん、でね、踊りの方はね、この立てろ、まさに色地盤と合わせてね、5月ぐらいからみんなゴールデンウィーク開けたら来てる。だからね、その、うん、まあ、今すごくこうアバウトな状態で踊りだったり街歩きだったらってすごい乱暴な言い方しちゃったけれども、その自分のね住んでいるその世界である程度は決まりますよ、うん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 、私ね、そうそう、これね、ちょっと私11時開店だからね、もうちょっと場所変わっちゃうかもしれない、お客さん来たら変わっちゃうかもしれないけども、なんかね、着物ってこれの着物にこの帯を合わせるとかっていう決まりばっかり先行していて、うんうん、本当は一番大事な TPO のね、あの場所とか、そう、そういうものがね、なんか置き去りにされていってるような気がする時があるんです、うんうんうん、やっぱそのどこに行くの、誰と行くの、うん、誰に会うの、そうそう、うんうんうん、今日は今ね質問くれた方、遊びで着るんだったら全然ありだよ、うんうんうん、立てろ、色地盤と合わせて5月後半から遊びで着るんだったらいい。でもそれがどういうアイテムか知らないけど、お茶会に行くんだったらやっぱ先生に聞いた方がいい。うん、確かにそうですね、うんうん、相手があることだから、うん、なんか装いと調和とかね、そんな感じですよね。そうです、そうです、うんうん、なんかこうね、あの相手に失礼にならないようにとかっていう気持ちも大事。そうです、だからはい、はい、変わりた、あ、立てろでね、この表側は一番最後だと私は思っています、うんうん、どういうの、まずコートが夏になります、うんうん、ね、でそれで、合わせ、まあ、4月半ばぐらいか5月ぐらいになってコートが夏の素材になります。その時にあんまりこう冬の素材を着てるとちょっと5月になっても着てると暑苦しくなると思う、うんうんうん、で、あの着物が一重になったら、あ、大変分かりやすかった、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。着物が一重になったら、そしたらそうだな、あの、まあ、もちろんその5月の段階は帯は冬なんだけれども、6月になると着物が一重で、うん、帯が夏になってくるんだよ、ね、うんうん、そうですね、着物最後ですね、うん、そうですね、そうなのよ。だから今まで本当に着物がずっと最後だったんだけど、なんかね、あ、そうですね、まあそうです、うん、周りから攻めていって、これレベは最後、うん、うんうんうん、そうなんですよね、なんかね、だからこうなんかどうしようかなって迷った時に、周りから攻めていってベベは最後だよっていうのをちょっと基準にしといたらいいかな、そして快適にね着れるといいですよね。ですね、うん、最後にね、あの私が、の先生がよく言っていらした言葉で、私もそれ大好きでよく使うんですけれども、うん、マナーは人のためにあるんだよ、うんうんうん、人がマナーのためにあるんじゃないのよ、うん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 、ですね、だから、うん、その決まりとかマナーとかっていうのはこう人間の世界を快適にするためにあるんであって、うんうん、その決まり事とか縛られちゃってね、うんうん、自分が苦しい思いをしたりするっていうのは違うかな、うんうん、確かにね、うんうん、マナーのと思えばね、すごく楽になりますよね、決まりでは。そうです、うん、そうですね、うんうん、なんかそういうのもね、着物ならではのすごく素敵なところかなと私は思います。そうですね、だからあんまりね、こう難しく考えないで、もうだから本当に究極、うん、あ、素敵なお言葉を教えしてくださりありがとうございます、はい、うん、だから究極だからランチ、友達同士でランチするのにもう大島に禁断丼を閉めてもいいってっていう、これぐらいいってっていうところから、うんうん、ハードルを超えてきてくださるといいな、ね、着物警察なんてね、あんなのやぼのこっちょだからね、人が楽しんでるのにね、雪が短いだのなんだのかんなのってね、話題のね、着物警察ね、そうそう、私たまに、ね、初め外れて歩いてるんですよ、この房が、うん、そうすると、あら、外れてるわよってよく言われて、ありがとうございますとか言ってます。それはね、それは帯の後ろがピロッと上がってるわよ、あ、それはどうもありがとうございます。
どうしても人の目って気になりましたけどって本当だね。まあそれはすごくよくわかりますよ。私でもやっぱり5月の初めに社のコートを着てるってね、外歩いてると「え、もうそれ着ていいの？」とかっていう声が聞こえたりする時があるの。で、私まあもちろんね、大人だから知らない顔ですって行くけど、確かにね、なんか教目えてあ立げようかと思う時ある。着物着てることだけで目立つから目にね、なんかね、言いたくなる人はね。ちょっと神さん、開けてくださいな。ありがとうございました。ございました。また直子先生、ぜひぜひぜひ、ものやあれしてくださいね。一緒にコラボレーションしてください。皆さんね、どうぞ気軽にね、お召しくださいねっていうことだけ。あんまり自分が楽しむんだったら着物警察なんて本当に気にすることないんだよっていうことだけどうしてもお伝えしたいと思います。楽しく。楽しくね。ありがじとゃあうございあます。りがとうございました。あ、これ和江さん、高橋着物工房の和江ちゃんかな。また和江ちゃん、コラボしてください。みーちゃん、またお伺いしますね。あ、この間の質問さん。この間ありがとうございました。またお目にかかるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。失礼します。バイバーイ。ありがとうございます。